皆様ごきげんよう、九州空です。皆様はやっとさ、島春です。どうぞよろしく。今回はレブナイズのターンです。どうぞよろしく。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくね。今回は第22節ホーム西原商会アリーナで行われたトヨダ合成スコーピオンズ戦をお伝えします。まずはゲーム1の結果です。レイアウトで四方に観客が囲まれてのスタート、やや先行されるも AJ の3ショット3連続成功で一気に逆転。その後スティールにリバウンドに AJ 選手大活躍といきなり10点差。2クォーターに入ってもその勢い止まらず、アシストから次々とショット成功、スティールにブロックショットと点差をさらに突き放す順調なリズムで21点差で前半終了。相手もさすがに切り替え強度を上げてくる。後半開始3分で4ファウルとなり、相手にボーナスタイムが発生。ファウルスローが生まれる中、鹿児島の3ショットも入らずコントロールが難しい展開。それでも2ショットを確実に重ね、点差は若干縮まるも2桁点差。4クォーター相手の3ショットで逆転狙いに対し、切り込んで2ショットとファウルスローで確実に得点を積み重ねる。難しいコントロールの中でも集中は最後まで切れることなく、冷静に対処しながら100点ゲームとはならなかったが、無事勝利となりました。うまくいかない時間帯にどれだけコントロールして点差をキープできるか反省する部分もありながら、コントロールできたのは3400人のブースターに後押しもあったと思ってます。この勝利の結果、2年連続のプレーオフ進出が決定しました。おめでとうございます。2年連続となりました。ここからはホーム開催権をめぐっての順位争い、一つ一つ厳しい戦いが待ってますが、プレーオフという短期決戦のために迷わずアジャストしていきましょう。続いてゲーム2の結果です。前日より入りが良い大観衆、四方の大歓声が選手が見事に後押しされるようなスタート。相手のツーショットを抑え、次々と素早い攻撃が決まる。実に1クォーターだけで7名が得点と、まさに観衆と一体された鹿児島ショータイムで33ポイント獲得。2クォーターに相手もアジャストして、前日と同様ファウルスローなどで得点重ねるが、鹿児島も同様に反省からアジャストして得点を重ねていき、前半で25点差リード。後半点差を考えて、相手は3ショット狙いだったが次々決まる。鹿児島も3ショットの成功率は落ちたものの、2ショットが好調。前日のようにはいかず、しっかりアジャストして3クォーターでもリードを奪う。こうなると完全に鹿児島ペース、的を絞らせないショットが決まり、全員得点にならずも6名が2桁得点の今季最高115点を取り、試合終了、勝利となりました。最多となる3800人強の大観衆に選手たちも躍動、こういう雰囲気が相乗効果を生むいいゲームとなりました。そして長年共に歩んだスコーピオンズとのラストマッチでしたが、だからこそ鹿児島のやるべきことをしっかり遂行、前日の反省含め試合に臨めてよかったと思います。またスコーピオンズの残り数戦ですが、最後まで駆け抜けてください。ありがとうございました。第22節全試合の結果です。連勝の福井に土をつけたのは現在に香川でした。競り合いの中、ちょっとしたことを一つ一つ積み重ねることで勝利への執念となりました。鹿児島もこれからプレーオフに向けて、そのワンプレーに目を向けて勝利へ向かってほしいですね。それでは B3 リーグ順位表です。試合数に多少ばらつきがありますが、あくまで優先は勝率、どのチームもダブルは食らわせないように攻めてくる、その中で2つ勝つということが重要になってきそうですね。次節はアウェイで岐阜スーックスと戦います。現在13位とプレーオフ圏からはやや離れた位置でも、しっかり勝利を目指してくるだけに、レギュラーシーズンのラストアウェイ戦をしっかり乗り越えて勝利を目指しましょう。次回ホーム戦は23日24日に西原商会アリーナで徳島との対戦です。鹿児島市民の市民無料招待を実施中です。事前申し込みが必要なので、お早めに。詳しくはレブナイズホームページをご覧ください。さらに新クラブライセンスの B リーグ1基準の一つである平均来場者数2400名の達成のため、押しタオル記念撮影会やスタンプカード特典の感謝企画を実施中です。押しタオルの次回予定選手はご覧の通りです。コンディションなどで変更となる場合もあります。最新情報はレブナイズホームページや X でご確認ください。現在までに4万5000人弱の来場者、あと6戦で1万7500人弱で目標達成となります。多くの人に試合を見てもらい、周りと会話でつながり、さらに人を呼び込み、プレーオフに向けても盛り上がってほしいですね。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうも下げました。おやっとさ、次回もお楽しみに。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくね。